人気は1番車船橋の青山周平、そして5番車同じく船橋の中村雅人、6番車は浜松の金子大輔の人気サイドであります。風雲急をつける上空は曇り空で、舞台は出来上がった。10秒前、人気はハルク青山周平が人気を集めています。青東小東へ向かいます。ハリ3秒前、2秒前、1秒前、各車一斉にスタート、ギューン。さあコーススタートはどうか、マイケル1番2番、さあハルク青山周平がスタート残し目、さあ2番車デフジャムアロが現在追走、それによって5番車追走するは K モーゾン中村さんと早くも3番手出しか、さあ追走するは後方グループ、さあ8番車岩見もいいスタートであります。それによって3番車シャウラ藤岡、追って7番のレーサーといえばブルスター加賀谷、そしてその前を4番車ナンバー青木春近が現在追走、最高峰6番車 R マキロイ1金子大輔が現在最高峰の位置であります。前は好スタート、ハルク青山周平が飛ばしています。2番手5番車 K モンソン、同じく船橋の中村雅人が現在追撃ムード、さあ1番5番の船橋でやはり最強グループが抑えます。それよって2番車地元デフジャムアローサトリが現在追走の3番手、1番です、白い白鵬は抜けた、あと7周回です、まだまだ周回は長い、ハルクが飛ばしています。青山周平がここ1番力勝負で出るか、技で5番車ケイモンソン中村雅人は現在追走、さあ1番と2番と車間距離若干ですが 9m 前後、さあ直線直線直線、1番車青山周平が抜けた、周平のレースとなるか、5番車中村雅人ケイモンソンが詰める、車間が 5m 前後に縮まっています。1番と2番との車間距離、3番手2番車デフジャム地元荒尾聡が現在追走、1番の青山周平渾身の力でスロット全開中、あと5周回に入ります。白いショベックハルク青山周平が抜けた、追走するは5番車ケイモンソン中村雅人、5番の中村佐藤周回ごとに距離を縮めています。1番です、青岩周平が逃げピッチ、それによって5番車中村佐藤が現在追走、あと4周回、1番ですハルクが、ハルクが行く、5番の中村が詰める、詰めてまいります。さあ中村のレストなるか、カリウドが動くか、先頭は1番、おっとここで3番手どうやら変わった、3番車です、こう藤岡が現在突進、前は1番5番1番5番6番車金子大輔が現在5番と止まり、さあ5番車かケイモンソン中村か青山周平か、1と5前に並んだ、3番手3番車採用は藤岡選手、現在追走中でありますが、あと2周回に入ります。白いショベックハルク青山若干リード、詰めるは5番車ケイモンソン中村測っています。さあ前輪構成か、前輪構成か、5番車中村元現在2番手止まり、スピードが青山若干有利、1と5前車船橋最強グループが取っています。あと1周回、あと1周回、さあ勝負どころは崩れて、外行って外行って前輪構成に入るぞ、5番車ケイモンソンが入った、ケイモンソンが入りました、やはり技が上、ケイモンソン中村元差し返しは青山中両雄が並ぶ船橋最強グループ5番であります、ケイモンソン中村大勢有利。